iTube TV。それでもなんか冷たい薬塗られるより温かい薬塗られた方が良くないですか？カラー剤とかと思って、はい、ではこちらにあります。いいでしょうか？これちょっとすいませんね、これ見えるかな、これ見えてます？皆さんちょっとすいません、こんなんで。見えてます？で、これ何をやりたいかっていうと、はい、これは100均で売ってます。まあこれは皆さん持ってるカップですよね。で、これ100均に売ってるカップ、ちょうどいい大きさなんですけど、これ買ってください。100円でですか。これを使います。ちょうどパカッと入るんですよ。で、寒い時用のカラー、もう本当に北海道は特になんですけど、以前もやりましたが、こんなこのカップね、100円で売ってるんで、ちょうどもし分からなかったらこのカラー剤のカップ持ってって100均で見つけてください。ちょうどいいやつ。これあんまり幅開かない方がいいんで、同じぐらいにピタッてなった方がいいです。はい、で今カラー剤、もうこのためにカラー剤作りました。1個無駄にしましたよ、カラー剤、今日のために。今日のために無駄にしました、このカラー剤。いいですか？で、これどうするかっていうと、で、こう混ぜたら、混ぜますよね。そしたらここに、はい、熱湯を入れます。いいです？ちょっと入れますよ、熱湯入れますね。で、どこまで熱湯入れるかっていうと、見えますでしょうか？このくらい熱湯入れます。あっちいいです。これ90度ぐらいありますね。いいです。これで少し温めとくんですよ。で、特に今まで使ってて問題はないので、特に白髪染めとか、その辺はこれ使わないとめちゃくちゃ地肌に塗った時に冷たいんですよね。で、これだと表面側のカラー剤は温まってるんですけど、中の方が温まってないんですよ。で、ある程度時間ちょっと調節しておいていただいて、早めに作って置いときますよね。まあそんな1時間とか置かないでくださいね。だいたい5分とかそれぐらい置いていただいて、そしてこのお湯をどうするかっていうと、このまま席にね、スタンバイしてカラーの準備してるわけですよ。先にカラー作っておいて、クロスつけたりとかカラーの準備するんですよ。で、この熱湯のお湯を今度はどうするかっていうと、この中に、あちゃ、中に流し込みます。そうするとどうなるかっていうと、このカラー剤はこんな感じで特に問題はなく、ちょっと柔らかくなりますけど、表面の方とかで、下にお湯が溜まってるじゃないですか、そこに入れます。そうすると今度どうなるかっていうと、カラー剤の中が温まってくれるんですね、下側の方が。で、表面、最初表面から塗るじゃないですか。で、このように表面からカラー剤塗っていきますよね、取っていきますよね。このぐらい粘度あるんで、で、表面の方はもう温まってるわけですよね、最初お湯溜めたわけですから。で、ここからお客さんの上の方から取って塗っていきますよね、白髪染めとか。まあ毛先の方は冷たくても大丈夫だと思うんですけど、そうすると、あ、なんかあったかいわと、お客さんの方が、そこだけで、あ、ちょっと少し気を使ってくれてるんだなとか、寒い思いしなくていいわけですよ。頭にね、寒い時に冷たいの塗られたらきついじゃないですか。で、こう上から取って塗ってる間に、今度下に溜めたお湯ありますよね、これ、これが今度カップのこの下の方を温めてくれるんですよ、こっちを。だから気づいた時もう、その表面塗り終わって、こう中の方、あっち中の方を塗ってる間にもう中もあったかくなってるんですね。っていうことは、結果全てあったかい薬で塗れるってわけですよ。
ですか。はい、まあ染みやすい方とかはね、ちょっとあれちょっと考慮していただいて。あ、本当ですか。これぜひ100均です。100均このカップを持って、100均に買いに行ってくれればちょうどいいです。はい、このような感じで使えるんで。そしたらお客さん本当あったかいんですよね。でまあ結構グレーカラーのね、需要も結構多くなってきてるんで、まあ、こういう感じに対応して、であと、特にこれあったかいの入れたから問題はないんですけど、あの粘土が若干緩くなっててちょっと塗りやすいです。あと液だれはちょっと気をつけてください。結構カラーのメーカーによっては柔らかいとこだとちょっとやばいんで、まあ、コレストンさんとかウェラーの関係は結構最近流行ってる、なんだっけ、僕うちは使ってないけど、何カラーだっけな、名前出てこない、まあいいや、ウェラのカラーとかね、とかその辺のカラーは結構固めなんで多分大丈夫だと思うんですけど、柔らかいメーカーのやつは、あ、いいね、ありがとうございます。柔らかいメーカーのはちょっと垂れちゃうかもしれないんでちょっと気をつけてください。で、粘土緩いからちょっと柔らかく塗れるんですよね。塗りやすいというかね、根元からきっちり、ゼロテクもやりやすいですし、もう硬いやつって浸透率が悪いんで、基本的に硬い薬剤よりちょっと柔らかい、こう、これこのぐらい超塗りやすそうじゃないですか。すごい塗りやすいんですよ、このぐらいだと綺麗に根元から。でまあゼロテクの方法とかまた今度ちょっとやりたいと思うんで、それはちょっと今日やらないですけど、今度よかったらカラー剤の、塗り方っていうのをちょっとレクチャーしたいと思います。はい、今日はこれ明日からすぐ使えるんで、絶対これすごいですね。あったかいですよ、相当。なんでお客さん自体が本当に寒い思いしなくていいので、頭とかね、首あったかくすると全体あったかくなるんで、ちょっとその違いだけでお客さん喜ぶんじゃないかなと。はい、例えば、結構ね、価格破壊をしているサロンさんとか、まあそういうの冷たいのそのままあってスピーね、数こなすで塗ってるサロンとの差別化がまあね、できる一つのことかもしれないんで、ぜひこれはちょっとね、皆さんやった方がいいかなと思うんで、レクチャーさせていただきました。はい、これは以上です。これはこんな感じで終わりですね。はい、で、ちょっと1回価格を変えさせて、ちょっと少しと上に、はい、あらららなんか、はい、で、今度ですけど、はい、簡単なレイヤーカットをちょっとやりたいと思います。